はい、どうもパテモス協会でございます。本日はチキンカツ丼作りました。入ってるのはネギ、玉ねぎ、チキンカツだけです。というわけでいただきます。何時かな。3時です。いただきます。ちょっと時間あったんでゲーム実況を撮ってました。あく。つゆだくちょっと気味やな。カツ丼うまいな。この間も食ったとこやったのに。髪の毛伸びたな。今年1回も切ってないです。1回も散歩して、そら伸びるよね。よし、ティッシュ。いつもね、ここ入り2つずつ買うんでティッシュはあるんですけど、出し損ねてた。ずっとね、最近はね、サンゴ炊いてご飯を冷凍しないようにしました。レンチンして次の日使うっていう。で、明日も多分普通にご飯食うと。もう一つ冷凍庫がいっぱいなんで、極力ちょっとね、圧迫しないように。多分 1.55 ぐらいですね。前は5合炊いて2合飯して、で 1.55 ずつ小分けするか、いちご3つに分けるかして冷凍してたんですけど、どうして食えないと思う。ちゃちゃっと食っちゃった方がね。
冷蔵にしといたら数日のうちに絶対食べちゃうんだよ。うん、うまかった。料理パテモス協会チキンカツ丼食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。